皆さんこんにちは。プロゴルファーの北川祐希です。今回は距離のあるバンカーショット、だいたい65ヤードですねのショットについてレッスンしたいと思います。はい。65ヤードというまあちょっと、長い、バンカーショットですね。この時やっぱり一番多いミスはどうしても距離が長いのでダフってしまう。ダフって20ヤード30ヤードしか飛ばない。それがもうトップホームランしてしまって100ヤードぐらい飛んでしまうという、ミスが一番多いです。今私はこの60度を持ってるんですけど、だいたい60度で、フルショットで80ヤードなんで、フルショットだと大きい、ぐらいですね。だいたいでも、65ヤードなんでのバンカーショットなんで、だいたい10から20大きいクラブを持っていただいて、ショットするのが一番ベストなんじゃないかなと思います。その時に、注意していただきたいのが、普通のバンカーショットの構えでは、ボールが、飛びません。今65ヤードあるので、普通のバンカーショットの構え、普通のバンカーショットをしてしまうと、20、30ヤードしか飛ばないので、手前になってしまいます。なので、まず、普通のバンカーショットの時のアドレスをします。足を埋めてボールを左にで、クラブフェースを開いてフルショットをしても、クラブのフェースを開いて、足を埋めているので、もう下から入ってしまう条件が揃ってしまうので、クラブが下から入ってしまって飛距離が出ません。なのでこれの逆をやりましょう。まず足は埋めません。足は埋めないで、いつもよりいつもの、フェアウェイで打つショットよりボール右に一つ置いてください。それで少し左足体重にしていただいて、クラブは、また綺麗に、コンタクトしたいので、真ん中から少し短く持っていただいて、ボールの位置を中にして、少し左足体重でいつものフルショットより、少しコンパクトに振るようにしてください。でコンパクトに振るようにすることによって、綺麗にインパクトができます。これを意識して一球打ってみたいと思います。まず、注意することは短く持って、ボールをいつもより少し中に置いていただいて、足は埋めません。でちょっと左足体重にしてコンパクトに振るように。こんな感じで、はい。この時にあと、もう一つ、これはイメージ、まあ、打ち方両方そうなんですけど、やっぱり下が砂なんで、やっぱりちょっと嫌だなとか、飛んだらどうしようとか、飛ばなかったらどうしようと思っちゃうんですけど、この時に一つ考える方法は、このボールの手前の砂の量です。私は、近いバンカーショットだと砂の量を多く取って、この砂を上に上げるイメージで打ってるんですけど、距離が長い時はボールを手前の砂を薄く取って、この砂を前にやってあげる。近い時は砂を上に、遠い時は砂を前に運んであげるような打ち方をすると、とっても打ちやすく打てると思います。今回は距離の長いバンカーショットのレッスンをしました。皆様もぜひやってみてください。